細野ながら1月7日の1950年1月1日は日本の裁判官。最後の大審議院委員長を務めた。富山県立富山中学校、旧政第六高等学校卒業。1908年、京都帝国大学法学部卒業。1918年、東京高層院判事。広島高層院委員長の時に1944年2月の 当条演説事件に対して司法権独立の侵害と憲法違反に抗議する意見書を提出した。1946年2月に第23代大,大臣委員長に就任。これは岩田中蔵司法大臣による人事であり、細野は岩田大臣と司法権独立で意気統合していた。細野は日本の司法改革に意欲を持つ、 GHQ 民政局司法法制科課長のアルフレッド C ・オプラーとも意気投合した。これはしかし、岩田が公職追放となり、公認には保守派の木村徳太郎がついて、半細野となり、中間的立場にいて自由主義的傾向があった谷村唯一郎司法次官も半細野に回り、細野と司法省最高幹部らと、司法改革で対立することになった。 1947年に日本国憲法下で誕生する最高裁判所裁判官人事について戦前から司法権の独立を求めていた細野を中心とする細野派と細野に反発する反細野派で派閥対立することになった。第一次、吉田内閣の下で設置された裁判官任命諮問委員会で委員だった細野は当初演説事件に対して自身が抗議する 意見書を提出した際に重責を担う監督的役職に言いながら一言も抗議を発しなかった者は最高裁判所裁判官の資格を各と演説して裁判官選出に基準を決めることを提案したが、細野の提案は南原茂委員以外に同調者はおらずに却下された。これは直ちに最高裁判所裁判官候補者を30人に絞る投票が行われ、細野は落選した。 しかし、連合軍最高司令官のダグラス・マッカーサーは、最初の最高裁判所裁判官は新憲法のもとに選ばれた、最初の内閣により指名、任命されるべき旨の書簡を送り、第一次、吉田内閣による人事は白紙となり、日本国憲法下で初めて誕生した、片山内閣の裁判官任命諮問委員会による人事が練られることになった。また、 1947年5月3日に日本国憲法が施行された際に最高裁判所裁判官や最高裁判所長官が任命されていない事態となったが最高裁裁判官が任命されるまで大審委員長が最高裁長官を務めるとする裁判所法施行令第12条の規定により細野は最高裁長官代行を務めていた 片山内閣の裁判官任命諮問委員会では15人の委員中4人は全国の裁判官から5選された者が選出されることとなり委員選挙は反細野派4人と中間派1人が出る中で細野派は宮城美を擁立して計6人による4つの椅子の争いとなったが反細野派から細野を誹望する解文書が流れ選挙先終盤には中間派として擁立されていた 裁判官について自分は辞退すると、反細野派が多電した偽伝報事件まで発生した。委員選挙の結果、細野派の宮城が落選したことで、細野派は裁判官任命諮問委員会に対する手がかりを失ってしまい、裁判官任命諮問委員会が決定した30人の最高裁判所裁判官候補に、細野は残ることができなかった。戦いに敗れた細野は、 宮城と共に1947年8月4日に裁判官の職を辞した。これは1947年8月4日までに最高裁判所裁判官代行として辞職した者は大審院判事として裁判官生活を終わることができるが、翌8月5日からは裁判所法施行法第3条第1項の規定によって東京高等裁判所の判事に 格下げになってしまうためであった。退官後は、東京、丸の内に事務所を持ち、宮城と共に弁護士事務所を開業した。1950年1月1日、66歳で死去。同日、君一等随法賞を受賞。ありがとうございます。